取れないやつはダメだってすごい言うけど、うん、授業中でもこうやって受けてるとかっていうのは聞きません、寝ます。で説明することで確認ができるし、その書いたりとか解いたりとかするよりも結構スピーディーに実は回せるので、うん、オーダー始まりました。森下チャンネルです。今回はですね、いやスペシャルゲストにおいでいただきまして、はい、キャスダイス TV の小林さんにおいでいただきました。はい、ありがとうございます。小林です。ご結婚おめでとうございます。また言うじゃないですか。それはいいです、それはいいです、はい、しましたけども、はい、小林さんがなんとですね、また言うんですけど、なんと本を出されて、ありがとうございます。これはもう何度でも言っていただいてこっちはいいですね。何度結婚式はどうなんですか。いや違うでしょ、はい、式はやらないんですけど、はい、そうらしいんですけども、まあ、こちら、皆さんに買っていただきまして、そうです、ね、小林さんが印税で結婚式を開くということで、いやもう絶対無理ですわ。もう印税とかめっちゃ詳しいじゃないですか。先生の方がもう、ごめんなさい。前に書いてあったことが分かんなくなっちゃった。ああなるほど。そういうのも、あまさに論理的に読めてないんだなっていう典型だと思うんですよね。時系列因果関係とかですね、はい、その辺を意識しながら、やっぱみんな一文一文ばっかり読むんですよ。まあでもやっぱ英語だとやっぱ日本語と違ってスッといけないくて、うん、V がここでみたいな、 SV 惜しいだみたいな、やったって分かってからやっと訳してみたいな。そうですね。そこで分かった、訳してで、さあ2文目って同じようにやってたけど、あれあれ前に何書いてあったっけみたいになっちゃうので、そうですね、きちんと文と文との、そうですね、このロジカルなつながりとか、うんうん、段落と段落のね、ロジックのつながりとかっていうのを分かると、ね、そう記憶できるんですよ、うん、これはリスニングにも言えると思うんですけど、はい、自分自身そうですね、トフルでリスニングとか受ける時っていうのはそういうふうにロジックをこの図示しながら、うん、そして記憶に残してるんですよね。お、素晴らしいですね、うん、ここにも書いてあるんですね、リスニングのメモの取り方とか。そうです、そうです。だから英語のリスニング対策ということを書いてるわけではないですけど、やっぱり人に聞くとか質問するということは、何が分かんないのかが分かってないと絶対に適切な答えは返ってこないですし、うんうん、仮に何かこう自分にとって有用な情報が発信されていたとしてもスルーしちゃうんですよね、うん、だから結構先生もしかしたら多いかもしれませんが、授業とかをやって、まあ、生徒が質問に来て、先生ここがとか言って、え、それさっき言ったじゃんみたいな、はいはいはい、とか、いや先週これ話したよねみたいな、だ本人としては家に帰って分かんないってなったから聞きに来たけど、はい、なんか自分のその聞きたいことが授業の前に明確になってないから、先生がちゃんと普通に言ってるのに聞き流しちゃってるみたいな、ありますね、そういうのはやっぱり絶対阻止しないといけないので、うんうん、そのための準備はこういうふうにしましょうみたいなことが書いてありますね。あと全部を聞くんじゃないみたいなのね。あ、そうですね、全部を 100% で丸々聞けるわけではないので、人間の集中力的にも、なのでやっぱり聞きたいところをクリアにしましょうっていうのは大事ですよね。そうですね、そういうの、まあそれリスニングのテストにも応用できますから、はい、きちんと聞く準備をするっていうね、うん、これしない人多いんでね、はい、だからまあ資格試験とか入試問題でも先にリスニングの問題が読める試験もあるじゃないですか、はい、そういうのやっぱ読んどいた方がいいに決まってますよね。もちろん、まあ、同時にこう始まって読めないものとかもあるとは思うんですけどね。あ、メモ、はい、メモの取り方とか良、ね、かったと思うんですけど、はい、ありがとうございます。おすすめのメモの取り方、ここにあれはなかったですね、内職の勧めは載ってなかったですね。まあそうですね、まあ、受験に特化した本ではなくて、あくまでまあ大学生社会人の方をまあメインターゲットに、まあ、一部高校生の方でも使えるよという、あのあれ流れで書いてるので、内職は、まあ、社会人が内職したら結構まずいですからね。まずいですね、やばいやばい。なので書いてないですけど、まあ、メモはでもぜひ取った方がいいですね。やっぱりこうメモの取り方というのもまあいくつかあってるんですけど、やっぱりこう大人になればなるほど急に言われることって多いですよね、はあはあ、そのやっぱり高校生とかだと、あくまで授業に参加 して話をされるので、うん、もう今から授業受けるぞって分かってますけど、例えば社会人とか、まあ、大学生の方でもアルバイトとかインターンしてると急にこうポンポンと声かけられて、はあ、君これがこうでああでこうではいよろしくみたいな、うん、その時にパパパパ的確にメモを取ったりとか、そのメモをちゃんと構造化して取ってくださいって言ってるんですけど、その構造化した中に足りない情報があるのは先に聞いておかないと、いざ仕事を進めてみた時に全然こう情報が足りなすぎてうまくいかないってことになりかねないの で、まあ、勉強法とは書いてありますけど、仕事術にもつながるようなあの内容には仕上げてますね。本当に言ってるんですよ、いつも授業で、きちんと、ね、メモが取れないやつはダメだってすごい言うんで、うん、そうですね、本当に まさに授業中でもこうやって受けてるとかっていうのは聞きません、寝ます、隙があったら寝ます、はい、みたいな感じで、
メモ、こう困難とか見るじゃないですか。ああ、なんかね、こうすごい社長みたいな説ありますよ、たまに。こう何にも全然盛らないみたいな、まあ、こういう人たちも全然受けてても話にならないんで、そうですね、きちんとメモれるようにしておく、そしてメモれるようになっておくと、まあ、いろいろ頭で整理できたりとかもして、理解も深まるし、うん、勉強にも役立つし、さらにはこの社会人になってからも役立つんだって、すごい言ってるんですよ、いつも。はい、でもまあ、分かんない子はもう。そうですね。でやっぱり大事なのがその真逆も僕ダメだと思っていて、真面目で先生が書いた黒板をひたすら写すぞみたいな、はいはいはい、まあ、もちろんその写さなきゃいけないものもあると思うんですね、うん、授業のやり方とかによって。だからそれは別にいいんですけど、はい、もう片っ端から学校の授業でも何でも予備校の授業でも何でもこうまあ写すぞみたいな、それもそれでもう時間の無駄ですというふうにまあ言い切っていて、やっぱり必要なところも必要なように写すと。でその4議論の中でも書くっていう行為って、あの一番その形に残るんですね、唯一、うんうん、一方で時間はめちゃめちゃかかるんですよ、はいはい、だから同じ文章を例えば黙読する、あとは誰かに喋ってもらって聞く、もしくは自分で音読するのなんか話す、この3つと書くだと圧倒的に所要時間が違うんですよ、うんうん、ってことは書くというのに時間がかかるので、書くべきものをきちんと書いた方がいいっていうのと、どうせ書くんだったらきちんとその後から振り返って的確に分かるように書いとかないと、言ったからよくあるのはノート書いたのに読み直したら分かりませんってあるじゃないですか、はいはいはい、あれがマジでこう究極の時間の無駄なわけですね。本当そうですね。時間を使って書いたのに後で見て分からないって 何をしたんだみたいになっちゃうんで、時々来ますね質問で、これ何を書いたんですかねって知るかみたいな。それ聞いてもあれなんかやるんですか、こう解読を、うん、来てここの部分で先生が何か言ったからこうやって書いてあるんですけど、ずっと何かを言ってますよ。でもこれがどういう意味なんですかねって、はぁ、1週間前の記憶から自分が解読しなきゃいけないのみたいな感じでありますよ。多分手前がこれで後ろがこれだから、多分この話この話をしたんだろう。なんかあれですよ、日本史のあの資料の解読みたいな。なる資料問題。そうそうそう、途中が抜けてるからここなんでしょう、大和たけるの見事みたいな。なんか予備校ですごい一番下のクラスだったのかな、名教えてて、はい、で最終的に全部1年間授業終わって、はい、生徒が自分のノートを持ってきて、先生が喋った雑談を全てメモりましたって出て、はい、二十何校分かなんか雑談をこうやって持ってきた子がいましたけどね、はい、でもなんか嬉しいような悲しいような、すごい複雑な気持ちですよね、それって。僕別に雑談が準備してないのに、はいはい、その授業一番下の授業で何も授業準備すらしてかなかった授業なのに、はい、みたいな、全部書いてたのか、だからそういえば喋ってる時なんかいつも書いてるなと思ってたんですけど、そんな人もいるわけです、ね、それはでもちょっと特殊すぎますね、それはね。話すことも勉強に役立つ。いや、話してほしいんですよね、もっと。勉強してる人には。予備校の先生って話すの上手いじゃないですか。まあ、予備校の先生じゃなくても、芸人さんでもそうですし、はいはいはい、まあ、そういった職業の方もね、上手いですけど、なんで上手いかっていうと、やってるから上手いんですよね、やっぱり。で特に予備校の先生なんかは、やっぱり制限時間がもうあって、1時間とか1時間半とかあって、はいはいはい、その中でじゃあこのカリキュラムもやんなきゃいけない。しかも、ただこう、音読すればいい。まあ、別に悪いわけじゃないですけど、アナウンサーの方みたいに音読するわけじゃなくて、分かりやすく説明しなきゃいけないっていうその使命が課されてますから、はいはいはい、それをもう何十回何百回何千回ともやってたら、それは上手くなるよねという話で、まあ、皆さんも別にその予備校の先生にならなくてもいいんですけれども、なるな、なるな、なるな動画も、ね、出してます。そうそうそう、勉強して問題解くじゃないですか、その確認 で別にいいんですけど、やっぱり問題を解いたら時間もかかるし、確認も必要だし、あとは問題って聞かれたところしか分からないわけですよ、ね、世界史で例えば千何百何十年に誰々さんが何をしたってなったら、問題史は例えば人だけ括弧でこう抜かれてたりとか、はいはいはい、事件だけ抜かれてたりするんですけど、でも歴史とじゃ全部覚えなきゃいけなかったりするわけですよ、うんうん、ってことはやっぱり問題史解くだけじゃなくて、そこの決められた範囲を自分で説明ができないといけないわけですね。だからそれをいちいち全部なんかもう緑シートでどの赤シートでどのこんで時間もったいないので、だったらもう白紙に向かって説明しながら軽くメモするみたいなことをすれば、やっぱりこうできてるかどうかの確認になるし、圧倒的に分かるんですよね。なるほど、はい、だ僕もまあちょっと小規模に個別指導とかさせていただいてるんですけど、大体こう単語帳終わりましたとか、うん、この文法書やりましたとかって言うと、もう分かった分かったって言って、ちょっと貸してと言ってこう適当にページ見て、〇〇の
問題の回答なんだと思うと、これです、まあ、正解なんですけど、なんでって聞くと、うっみたいな、あー、なるほど、やっぱそれ分かってないんですよね、うん、まあ、下手すると答えも分かんない子もいるんですけど、そういうやっぱりこう自分で説明することで確認ができるし、その書いたりとか解いたりとかするよりも、結構スピーディーに実は回せるので、話すというのは意外にいいと思いますね。やっぱり話すっていうのは、ある程度スピードも担保しながら、アウトプットできる、書くと違ってできることなので、それをうまくさらにインプットにつなげることができれば、いちいちまとめノートを作ったりとか、いちいち問題を解いたりしなくても確認できることもたくさんあるので、うまく活用してほしいなと思いますね。他の人に教えるっていうのもね、うん、いや、めちゃめちゃ重要ですね。だからそういう、まあ、大学生の方とかチャンスがある方はこう人に教えたりとかするのもいいと思いますね。久美さんなんかも言ってましたね、うん、自分が周りの他の生徒たちに教え授業をやってたって言ってましたもんね、受験生の時。ああ、すごいですね。それは教えることによってさらにこう気づきがあったりインプットがあったりするので、まあ、ぜひやってみてもいいんじゃないかな。そうですね、僕らでもね、職業柄教えてますけど、それ教えながら気がつくこといっぱいありますから、ね、いや、たくさん授業中にあってなることありますからね。わ、うん、かりますね。そうですね、役立ててもらえればなと思うんですけど、うん、Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.